富士見市地元探索バラエティー、ちなみに富士見パーク編、富士見市 PR 大使の私たちが富士見市の公園の魅力をたっぷりとご紹介します。まずはこちら、富士見市瓶沼自然公園です。うわー、広々としてますね。こちらの公園はいろいろなレジャースポットが充実した自然公園です。紹介その1、キャンプ場。さあ、こちらがキャンプ場です。すごいですね。すごいですよねこれもうだってコットまで用意してありますよ。いやもうめちゃくちゃ贅沢な、ね、いや最高ですよ。普段板倉さんキャンプもね行ってます、ハイエースで、はい、僕はでもだからテントっていうよりも、うん、ハイエースで寝ちゃうんで。ああなるほど、車中泊。そうなんですよ、はい、どうですかこういうテントで。こういうのもいいですよね、うん、やりたいなと思うんですけどね。でもどうしてもやっぱりこう大変じゃないですか、立てるのが。いろいろ、ね、はいはい。でもこれ立ってるんですよね。そう、全部レンタルとかできるんですよ。ここすごいですね。いいですよね。すごいですよね。下川原さん、でもバイクだと、はい、うん、こんぐらいのやつは持っていけないじゃないですか。もう私は一人用のギュッとコンパクトな、はい、あのテントを張って、まあ、物も全部ねコンパクトなんですけど、やっぱこうキャンプってこういうのね、あのコーヒーとかこうジリ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 しながら朝飲むコーヒーとかが、はい、やっぱこう外で、ね、飲むのがこう普段味わうコーヒーとはまたちょっと違う美味しさを感じるのが。いやそれ分かるんですけど、でバイクでこれ持ってくるの大変じゃないですか、うん、もっとちっちゃいんです。あ、ちっちゃいやつ、もっとちっちゃい。キャンプ道具は持ち込みももちろん OK ですが、キャンプ道具のこんなに贅沢な貸し出しもあるんです。すごいですよね。そしてなんと泊まれちゃうんですよ。最高ですねそれは。コットがもうあるから快適ですよ。それでは板倉さん、はい、次行きましょうか。板倉さんどうしたんですか。次行きましょう。いやちょっと下川原さん向こう目指してたけど、向こう日向じゃないですか。はい、日向です。もう無理だなと思って。無理ですか。日陰から出たくないです。じゃあ分かりました。すいません、私が板倉さんの分まで楽しんでくるんで。いいんですか。あ、もうめっちゃ嬉しいじゃないですか。優しい、優しい。もうじゃあ行ってきますね。お願いします。日陰で休んでてください。頑張ってください。さすがやっぱバイクガール違うわ。紹介その2、パークゴルフ。こちらは責任者の高橋さんです。パークゴルフもあるんですね。はい、パークゴルフは18ホールと36ホールがございまして、クラブとボールのレンタルもございます。そうなんですね、これがレンタルできると。はい、ちょっと私もやってみてもいいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はっ、おー、おー、どうですか。いいんじゃないですかね。いやでもすごい。うわー、下川原さん楽しそうだな。わー、おめでとうございます。板倉さん楽しいですよ。あー楽しそう。紹介その3、バーベキュー。こちらではバーベキューが楽しめるんです。え、火までつけてくれるんですか。はい、あの火起こしから片付け、ゴミ捨てまで全部させていただいておりました。わー、それはすごい助かります。もう本当に至れり尽くせりですね。うわー美味しそう。うーん、最高です。美味しそう。美味しそう。あれ、だからさ、休んでたんじゃないですか。炭火だ。じゃあいただきますか。いただきます。いただきます。うまっ。
ちなみにポイント、コインシャワーもあるんです。まさに手ぶらで楽しめるレジャースポットです。新沼自然公園にはですね、ピクニックなどが楽しめる多目的広場や野鳥や昆虫が生息する森、春には桜並木が楽しめる河川デッキもあります。富士山も見える高さ13メーターのパノラマが楽しめる展望台と遊具施設もおすすめです。カフェや多目的施設もありますので、疲れたら景色を楽しみながらゆっくり休むこともできます。いかがでしたか？瓶沼自然公園。富士見市には他にも楽しい公園がたくさんあるんですよ。こちらは勝瀬原記念公園、豊かな自然、ジョギングコースもあります。遊具も充実、シェアサイクルステーションもあるんですね。那須久保公園です。昔の漫画に出てきそうな土管もあります。遊具もいろいろありますが、ベンチがいざという時には防災用として使えるものなんですよ。おお、それは頼もしいですね。ねえ。江川親水公園は水と緑の遊歩道、市民の方の憩いの場となっています。ここは波形上東緑地公園です。緑の木陰が嬉しいせせらぎの公園となっています。お散歩に最適ですね。瑞穂台中央公園は春の桜と秋のイチョウがとっても綺麗です。こちらもシェアサイクルステーションがあります。山崎公園はせせらぎ菖蒲園の愛称で親しまれています。こちらの公園をネットで見つけたというお母さんにお話を聞いてみました。水がすっごい綺麗で、しかも冷たくて、で、毎日来れてくださってるから、無駄なくて滑らないし、すごく遊びやすくて、本当見つけてよかったなと思って。春の桜、6月は菖蒲、秋は彼岸花、季節の植物をぜひお楽しみください。
いかがでしたか？富士見市地元探索バラエティ、ちなみに富士見パーク編。富士見市には自然を生かした様々な公園があります。春夏秋冬、のんびりお一人でご家族やお友達とご一緒に、ぜひお楽しみください。富士見市っていろんな世代の方が楽しめる公園がたくさんありますよね。いや本当ですよね。皆さんもぜひ富士見市の公園に遊びに来てください。富士見市地元探索バラエティ、ちなみに富士見パーク編。